はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらでございます。この内容を深掘りして解説紹介していきますので、ぜひ iPhone に興味がある方は最後まで動画の方お付き合いください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報とか Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしていますので、ぜひ iPhone に興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、そしてここで忘れてはならないのが Amazon の初売りセールが今まさに開催中でございます。1月6日今日までとなっております。僕はね、こちらの動画で iPhone に関連するアクセサリーなんかを、まあ、おすすめのものなんかをご紹介していますので、まだ Amazon のね、初売りをまだチェックしていない方とか、ちょっと iPhone の、アクセサリー関連もう一回見てみようかなっていう方は、ぜひね、こちらをチェックしてください。そしてもう一つね、皆さんにとっておきの、お知らせがありまして、僕はあの、Kindle Oasis、こちらね、Kindle Oasis の方で、あの、電子書籍、読み放題サービス、Kindle Unlimited を使って読書を楽しんでいるんですけれども、この Kindle Unlimited 200万冊以上が読み放題となる Kindle Unlimited が、月額通常980円のところが、なんと1月6日今日までなら、2ヶ月99円というね、むちゃくちゃお得なサービスになって、本1冊1000円しますよね。1000円が、まあ、99円なんで、2ヶ月99円200万冊以上読み放題になる Kindle Unlimited、 これもちろん iPhone からでも読めますし、 Kindle 端末をお持ちの方はぜひね、 Kindle Unlimited で電子書籍読み放題サービスを読んでいただければと思うんですけど、ビジネス書、小説、雑誌、ゲーム雑誌、漫画なんかもね、いろいろ取り揃えられていますので、もう1月6日今日を逃したら、またいつ、まあ、キャンペーンが行われるかわかりませんので、通常980円のところは99円2ヶ月ですので、まだ一度も Kindle Unlimited というものを、まあ、触ったこともない、使ったこともない方は、ぜひね、2022年の幕開けとして、情報のインプット、情報弱者にならないように、いろんな情報をインプットして、人生の幅を広げるためにも、この Kindle Unlimited、ぜひ僕はね、本当におすすめしてるんです。僕はこのキャンペーンのために皆さんに多分お伝えしてると思うんですけど、まだ使ってない方もね、一定数いて、DM なんかで、これどうですか、石原さん、これいいんですかみたいな話があるんですけど、その度に、あ、落ちちゃった。その度にね、Kindle Unlimited って本当にいいんですよってことをお伝えしているぐらい、僕は本当に超お勧めしております。もう僕も Kindle Oasis、そして iPhone でね、読んでおりますので、ぜひこの機会にあの概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では iPhone SE 第3世代は2022年3月に発売かどうなるというね、情報をお届けしたいと思いますけども、今回の動画の内容は、こちらのガジェットブログ、俺的デザインログという僕はブログをもう5年前から運営しているんですけど、iPhone の最新情報とかレビュー記事をね、いっぱい上げているんですけれども、こちらの記事として、投稿してアップロードしていますので、今回の動画をご覧になって、ちょっと改めてもう一度ね、このブログの記事の方を、まあ、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではね、動画でまず解説していきたいと思います。はい。2022年3月から4月くらいに Apple は新製品を発表する可能性がございます。これを今回深掘りしていくんですけども、まずは Apple イベントについての、過去のね、Apple イベントについての発表された製品とか、どういう風に発表されたのか、どんなものが発表されたのかについて、まずはちょっとね、サクッとご紹介していきたいと思います。まずね、春に開催された過去のアップルイベントを振り返りましょうということで、ちょっと振り返っていきますと、2021年4月、去年ですね、の4月に発表された新製品は、AirTag M1 iPad Pro 12.9 インチの iPad と、その11インチの iPad ですね。そして24インチのフラットになったデザインの iMac。そして、第2世代の Apple テレビ 4K、そして iPhone 12 mini の新色パープルでございました。いや、新色パープルについてはめちゃめちゃ驚いたと思います。僕も、まあ、いろんなね、リサーチ、リーク情報とか、いろんな情報をリサーチする中で、新色のパープルの情報は一切なかったので、僕としても驚いた。まあ、サプライズの発表でございました。そして、2020年の3月、4月に発表された新製品については、
3月18日に新しい MacBook Air と新しい iPad Pro、 そして4月15日に iPhone SE 第2世代がプレスリリースという形で新製品が発表されました。もし間違ってたら皆さん訂正してくださいね。はい、このように僕はリサーチした情報の中ではこのように載っております。そして2019年の3月には、AirPods の新しい3月にプレスリリースという形を含む形で新しい iPad Air および iPad mini、 そして新しい 21.5 インチおよび27インチの iMac モデル、そして AirPods 第2世代が発表されました。でその月の後半に、プロダクトとかの製品ではなくて Apple が提供するサービスに焦点を当てたイベントを開催して、 Apple カードとかね、 Apple TV プラス、アップルニュースプラスおよびアップルアーケードといって、ゲームアプリを月額で、使い放題とか遊び放題のアプリというかサービスを発表しました。そして2013年の3月に発表された新製品は皆さんの記憶にも残っていると思いますけれども、フルサイズのホームポッド、今はホームポッドミニというのが発売されていまして、僕もホームポッドミニ毎日使っておりますけども、これが2月に行われて、新しい新製品というものは3月に第6世代となるエントリーモデルの iPad が発表され発売されたということになっております。そして2017年にまでちょっと遡ってみましょうということで、春に発表された新製品2017年、はい、皆さんね、こちらね、赤のモデルでございますけれども、2017年の春にはイベントは開催されなかったんですけども、第5世代となるエントリーモデルの iPad、 そして iPhone7、iPhone 7 Plus の新色であるプロダクトレッドが追加で発表されました。2021年の iPhone 12 の新色パープルみたいな感じで新色として追加されました。そして新しい Apple Watch のバンドも一緒にね、発表されております。そして2022年の春ということなんですけども、iPhone SE 第3世代に注目でございます。アップルは2022年にもちろん新製品の発表を行う可能性が高い。そのプロダクトについては全部ね、2020年については全部プロダクトについては後半にご紹介しますけれども、直近の2022年3月または4月に発表される可能性が最も高いものをお伝えしておきます。それが 5G を搭載した iPhone SE 第3世代となっております。そして、27インチの iMac、 そして新しい Mac mini、 これはね、M1 を搭載した、ローエンドではなくてハイエンドの Mac mini と言われております。さあ、そして 5G を搭載 iPhone SE 第3世代なんですけれども、海外メディアの Mac Rumors によりますと、台湾の調査会社であるトレンドフォースが、 Apple が2022年の第1四半期に第3世代の iPhone SE を発表する予定だということをね、伝えております。つまり第3世代の iPhone SE は3月末までに発売される可能性があると報じられております。いや、ここはめちゃめちゃ楽しみですね。多分ね、2月、になってくればどんどん情報は解禁されていくというかね、リーク情報は高まってくると思いますので、このチャンネルでもね、随時 iPhone SE 第3世代については追いかけていきたいと思うんですが、 Apple のアナリストであるミンチークオ氏が新しい iPhone SE はこうなりますよという予測のスペックを紹介しております。過去にもね、 iPhone SE第3世代のスペックなんかとかデザインなんかをご紹介してきたんですけども、改めて可能性として高いものは、まずね、 4.7 インチのディスプレイになると、そしてタッチ ID のホームボタン、厚いベゼルになって、 iPhone SE 第2世代とほとんど同じ外観デザインになると伝えられております。つまり iPhone 8とか iPhone 7とか iPhone SE 第2世代のようなホームボタンがついた iPhone SE 第3世代になるのかなという予想が高いとされております。ただ、iPhone XR の筐体を再利用して、新しく iPhone SE 第3世代になるという予測もありますので、ホームボタンがつくかつかないかについては、つまりね、タッチ ID がつくかつかないかについては、ホームボタン式の、ものならタッチ ID がホームボタンにつくし、10R のようなフルディスプレイの iPhone になったら、電源ボタンのところにね、iPad Air 第4世代のようにタッチ ID がつく可能性もあるということで、この2つの可能性がね、今非常に高いと言われております。
つまり iPhone SE 第2世代からの大幅な進化というポイントについては 5G をまずサポートしますということ。そしてプロセッサについては iPhone 13シリーズの A15 チップが搭載されるという予測が高いと言われております。はい、そして Apple Silicon 初搭載した32インチもしくは27インチの iMac が登場するのではないかと言われておりますけど、このデザインについては、去年の2021年4月に発売された24インチの、フラット型の iMac と同じようなデザインなんですけれども、まあ、空張りの方がちょっと落ち着いた暗いイメージ、まあまあプロモデルみたいなイメージの空張りになるのかなと言われております。そして Apple Silicon 搭載のハイエンドの Mac Mini も予測されております。こちらは去年の2020年 Mac Mini アップデートされましたけど、まあ、先ほど紹介した通りローエンドの構成になっておりますので、ハイエンドモデル、例えば Mac Mini を購入してプロ、XDR プロディスプレイをと、使うとか、そういうことに関してやっぱりスペック的にやっぱローエンドは低すぎるので、ハイエンドの Mac Mini、まあ、Apple Silicon を初搭載したハイエンドの Mac Mini も登場するという可能性が高いと言われております。この3つが直近2022年の3月に発表されるのではないかという予測が高いので、ここ一番注目しているのが iPhone SE 第3世代だと思いますので、この情報についてはね、このチャンネルでも随時ね追いかけていきたいと思います。そして2022年年内に発表予定の Apple 新製品ザクッとかあります。こちらの記事ね、すべて書いておりますので、こちらの記事を参照しながら皆さんねチェックしていただければと思います。はい、ということで今回は iPhone SE 第3世代が3月に発表する可能性とか、 Apple の過去のイベントを振り返りつつ、どんな新製品が発表されたのかについてもね紹介させていただきました。ということで、このチャンネルはこのようにね iPhone の最新情報であったり Apple に関するリーク情報など定期的にアップデート投稿していますので、 iPhone に興味がある方はぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。